皆さんこんにちは。こんにちは。私たちやんちゃん学園音楽部です。すみちゃんです。りんごです。よろしくお願いします。今日は2人で何をしていくかと言いますと、カバンの旅チェーン。今日はちょっと遠征用のカバンの、ね、中身を2人でお互いにチェック。そうね、遠征だったら何が入ってんのかなみたいなね。そう、いつもと違うカバンだったりもするので、今日はチェックしていこうと思います。それでは私のカバンからすみちゃんに見てもらおうと思います。行ってみよう。イエーイ。じゃあまず私のなんかカバンから重そうなんでできたけどチェックしてもらおうと思います。はい、じゃあすみちゃんに託します。開けちゃいますよ。じゃあどうぞあ、まずはね、まあ私の携帯充電器だね。あ、充電器。そう、いろんなものの充電器とかコード、まあ、必要だよね。そう、充電器は。はあ、イヤホン。Bluetooth イヤホン。Bluetooth イヤホン。あの、ちなみにこれ中身片方しか入ってません。あれ中身ないの。そう。あとはもう定期と、これ財布かな。あ、そう、これね、私普段、うん、財布これじゃないんですよ、実は。私の誕生日に自分に買ったやつなんですけど、最近じゃん。普段は私長財布なんですよ、うん、なんかピンクのやつ。そうそうそう、あれと同じところのやつなんだけど、こういう時になんかこうちっちゃいカバンに入るようなやつを。そう、私も新しくちっちゃいやつの方が好き。そうそうそう、くらいかな。くらいかな。もうあとはあの家の鍵、家の鍵とかね、ちょっと見せるのはちょっとあれやめてください。そう、でも本当に、まあ、本当にちょこっと外に出る時ぐらいいるやつね。そう、まあみんなこれは持ってるね。こういうの、そう、やっぱ楽だね、これがある。そう、ちっちゃいカバンがあるとね、楽ね。そう、中もすっごいパンパン。そう、よし、じゃあ見ていきましょう。詰めるの大変なんだよこれは、これは化粧品とか、おいろんなもの、パンパン化粧品入れね。そう、 B アイドルの化粧品入れ、なんかメイク落としとか、メイク落とし必要。本当にね、もうあのジャラジャラっていっぱい物が入って私もそういうタイプそして、ででん、まあ、これは必需品ね。ヘアアイロンですね。そう、そして、まあ、これはあれ衣装ですね。衣装ね、衣装は大事。そう、あれ、これはちょっと必要ないんじゃないかな。これは、なんて言うんだろうな、あ、ゲーム機のねゲームがもう入ってますけど、ちょっとでもこれはあのイヤホンを入れるためのゲーム機みたいな。違うね、なんかあるね。イヤホンを入れるためのゲーム機。これはいらなかったね。あとはこれは私がいつも使ってるヘアスプレー。もうこれあのやんちゃんであの流行りまくってる、そう、トリエっていうところの、みんなそう思ってるこれ。あとはパックとか。そうだね、まあ、歯ブラシもね必要。そうだね。あとはまあ香水とか。これでもほぼない、ほぼない香水、ほぼない汗拭き。あ、これはゲーム機のよくわかったね、充電。あとは、クレバコ。クレバコ、おぉ。これもポーランドじゃん。それはウェハースです。私が好きな、あの、アイドリッシュセブンっていうコンテンツのウェハースです。あれあとは鏡とかも入ってますね。鏡はこれね、あの片方壊れたの。あれもう見せたら、ね、あのね、本当これあの参りましたイルマくんっていう、あの、はい、秋田書店の、 あの作品のやつだったのに、そっち側が壊れちゃった、ね、壊れちゃったの。あれ、なんかよくわかんないけどハサミが入ってた。ハサミとアクセが入ってる。そうね、目薬と、あの、本当にアクセ、ゴムとかね、ちっちゃいポッケにはね、必要ね。そう、前はね、本当にあの、まあ、あの、本当はね、この中にマスクとか、本当入ってたんですけど、マスク入れね。マスクとか、これ、私がずっと使ってる、龍角散ダイレクト。おい、あ、そうね、リンゴといえば。あとなんか、バンドエイドとか、あの、そういう薬とか、こんな感じ。トラベル用なんか見つけちゃったんだけど、何これ。で、あれさっきさ、黒いポーチの中に入ってたよね。あれ、スイカさん2枚ある。あれ待って、それ嘘。え、今気づかなかった。確認したら3枚入った。
いるこれ。これはでもちょっとあの今使ってるやつだから。これは何なの？これ多分なんかなくして家から出てきたやつをなぜかこの中に入れてたんじゃなくてないの？これはあれね、返却したらその最初の借りた料金で返ってくる。そうなの？返ってくるの？あの返金させていただきます。はい、ということで、はい、こんな感じですかね。あとは本当にこれだけです。あのちゃんと全部見せる。以上。スイカがね、3枚でできたのはね、驚きでした。これはね、ちょっと私のですね。はい。知らなかった部分でした。以上、リンゴのカバンの中身でした。次はスイちゃんの見ていこうと思います。いつも使ってるバッグがこちらでございます。ね、これいつも見る。いつも見る。いつも使ってるからそんなも。待って、ここも。ここも入ってるよ。なんかいらないのいっぱい入ってる。あ、なんかもういっぱい入ってるね。はい、これがまずポーチかな。これはメイクポーチです。リンゴと一緒です。もうあこういう感じでぐちゃぐちゃって入ってます。そうね、これはいつもあの遠征じゃなくても持ってます。もう何でも持ってるやつなんだね。持ってるやつ。これはで、これはまあ靴だね。あ、これはあの普通にあの衣装の、そうそう、衣装の靴、そう、ローファーです。ローファーは必要だもんね。これローファー。ローファーで、これは衣装ね。あ、衣装。そう、衣装、今日使ってきたやつ。あ、これはあれですね、もうケープですね。そう、私はこれはユキノにね、買ってもらった。あ、そうなんだ。これはメガネ、もう多分ずっと入ってるよ。私あんまメガネかけない。え、初めて見るかも。でそのメガネ、ガチメガネ。ガチメガネ。動画入ってるやつ。入ってる。これはもう本当に、あとはそうね、歯ブラシとボディメイクとか。そうそうそう、これはヘアアイロンだね。これはそう、最近買った可愛いミッフィーちゃん。お、ミッフィーちゃんのヘアアイロン入れ、いいね。これはもう折りたたみ傘。これケースとかないんだ。ケースはね、ここに入ってる。入れなさい。これはね、カード入れ。私ポイントカードが好きだから。そうだわ。そう、これはポイントカードだけ入ってる。あとなんか通帳のとか、こんな感じで。人のね、なんかあれは違うか。あ、え、すっごっ。あ、出てきました。これね、さっきもらった。これはちょっとあのスタッフさんにいただいたアンパンマンチョコ。アンパンマンチョコ、おいしいよ。おいしいやつ。おいしいよ。とこれは、これはさっき買ったアクセ。アクセ。で、これはあれ香水かな。え、練り香水みたいな。あ、なんかすごい。あのストローが入ってます。なんかストローが入ってます。こっちはあの香水なんだけど、うん、自分で100均でこういうちっちゃいボトル買って、そうそう、だから2個入ってる。あ、これは、あ、同じ、そう、リンゴと一緒なの。あれ？そう、何原用ソロ。そう。あとこれかな。これはハンドジェル。あ、ハンドジェルなんだこれ。これはね、あさひさんがサンプルでくれた。あ、あ、なんか出てきたな。なんかリンゴと一緒な感じ。これはすみっこ暮らし。スミちゃんが好きなやつ。私が好きなすみっこ暮らしです。ステッカーをちょっと見つけちゃったんで買っちゃいました。いいね、さっき買っちゃったの。そう、なんかね、意外とね、ポケットの中に、これはあの、ね、ヘアアクセです。ヘアアクセ。これはね、ネックレスね、100均で買ったんだけど、ネックレスをこの中、あ、しまえる。そう、しまえて絡まらない、この後ろのちっちゃいチャックがこれ財布で。え、別なんだ。これは今お母さんとお子様。え、いい、リラックマのお財布です。まあ、以上、スミちゃんのカバンの中身でした。うん、イエーイ。今日はね、スミちゃんとリンゴの、カバンの中身チェックということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。で、なんか他のメンバーとかのもね、見たいなと思ったりとか、なんか面白かったよっていう方とか、ぜひぜひコメントとか、チャンネル登録、そしてグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たちやんちゃん学園音楽部でした。ありがとうございます。